翔平とはもう友達じゃないから話したくない。本塁打を打った選手にひまわりの種をかけて祝うヘルナンデスが、神妙な表情で答えた。大谷翔平が50本塁打50盗塁を達成した日本時間20日のマーリンズ戦後、偉業達成に関する談話を頼んだ時の返答だ。次第にポーカーフェイスを保つのが耐えられなくなったヘルナンデス。最後の打席で3塁打を打ってサイクル安打を達成しろって言ったのに、せっかく打ち方も教えたのに、とにんまり。大谷は、本塁打でもいいでしょう、と応じた。プレイオフ進出も決めた試合、翔平はまだプレイオフでの本塁打がないから、2本打っている俺の方が上だ、と胸を張るヘルナンデス。大谷が一気に上回るのかも注目だ。テオスカーかわいすぎるだろ。アドバイスしてたんかよ。そういうの言い合える関係性素敵やん。テオスカーかわいいよな。大谷とテオスカーはどっちも今季ドジャースに入ったばっかりなのに、半年ちょいでこんなに仲良くなるもんなんやな。スプリングトレーニングの頃からすでに2人ベッタベタやったで。ヘルナンデスなんでやと思ったらすねてただけか。仲良すぎるだろ。微笑ましいな。なんちゅうかわいい理由なんや。テオタニ尊いな。子供の喧嘩やん。なんで？友達だよね。って聞く大谷もかわいいわ。そりゃあ友達もやめるよ。かわいい2人やね。テオかわいいな。サイクルのアドバイスしてあげるのいいな。脳内再生余裕なテオスカーの笑顔。こういう何気ないエピソードも素敵やな。こんなジョークも言えるくらいのコミュニケーションとって、素敵な関係性を大谷は構築できてるんやな。可愛すぎて泣いちゃう。仲良すぎてほっこりした。すねてお可愛い。可愛いやりとりで普通に癒されたわ。薄い本展開かな。スプリングトレーニングで初めて手を見た時から、ずっと手をの笑顔に虜やわ。この二人本当にずっと仲いいよね。気が合うんだろうな。友達より大事な人ってことか。ベンチでもずっと笑顔で可愛いイメージあるけどずっと可愛いな。